ノコギリパルメットは、ヤシ科ノコギリパルメット族のヤシの一種。和名は、ノコギリヤシ、英語名からソーパルメットとも呼ばれる。ノコギリパルメット族は人絵型。パルメットとは、本種のような線形の葉を持つヤシの意味を持つ。俗名は、アメリカ人植物学者セレーノワトソンへの懸名である。北米の原産。米国南西部古有種で、大西洋岸平野から、 メキシコ湾岸低地で一般的だがアーカンソー南部などの内陸でも見られる。砂浜に密に群生するか、松林、紅葉樹のハンモックの下培として見られる。フロリダ、アパラチコーラ国立森林のノコギリパルメット長寿で、特にフロリダには樹齢500、700年と推定される個体もある。小さなヤシで高さに4メートルになる。幹は不規則に伸び、 丈夫な植物で成長は極端に遅い。手のひら状や詩で無毛の傭兵を持ち、歯には約20の小葉がつく。傭兵は細かく鋭い棘で覆われており、和名や英名の由来となった。刺しは容易に皮膚を傷つけるので、近づく際には注意が必要である。歯の色は内陸では明るい緑、沿岸では銀白色。歯は長さ1、2メートル。 小葉は五十百センチメートルになり、サバル族のものと似ている。花は単光色で、幅五ミリメートル、長さ六十センチメートルの密な円錐果樹を形成する。果実は大きく赤黒い角化で、野生動物や人の食料として重要である。未熟な果実は苦い。長目幼虫の食草ともなり、特に細き輪がの一種バトラクヒードラディコクターは、本種を染色する。 欧州人との接触以前、繊維は、ウィスコンシニアニューヨークまで広く取引されていた。葉は、かやぶき屋根に用いられた。果実は、味は、ほとんどないが、発酵性の香りがあり、飲料用、薬用、ヘルスケア用に使われる。また、果実は、魚中毒の治療薬として用いられた可能性がある。果実は、北米の先住民が、 植物性のカテーテルとして用いてきたとされ、男性の前立腺肥大症や前立腺炎による残尿感や貧尿の改善に使われる。果実は脂肪酸やフトステロールに富み、その抽出物は前立腺肥大症の治療薬として研究されている。脱毛症、多能法性卵巣症候群などの高アンドロゲン状態にも用いられているが、その場合の効果は実証されていない。 欧州では、伝統小薬製剤の欧州指令に、従い薬品ともなっている。インドの伝統医学、アーユルベーダでは、男女を問わない若返り作用があるとして、競争剤としても扱われている。多くの臨床試験のメタ分析からは、抽出物は、軽中度の BPH に対して、フィナステリドタムスロシンより安全で、 効果的であるという結論が出たしかし、その後の2つの大規模臨床試験では、プラシーボとの際は見出せず、これらを含めたメタ分析では、BPH による尿路症状に対してはプラシーボより効果的とは言えないという結果となった。これらの臨床試験は1年間で行われたが、2年間を超えて使用するとその効果は、フィナステリドタムスロシンに匹敵し、 手術が必要となる確率を低下させたという報告もある。ありがとうございます。